めてのアイロンパーマシリーズということで、今日はですねこの一句を使いまして、太いアイロンでじゃなくて逆にですね細いアイロンで大きなカールを作る方法をやります。この長さはですね今見ると大体8センチあります。で、まあ、基本的には長さと髪の毛の長さとアイロンの太さの関係っていうのは直径の5倍の長さっていうアイロンの太さの直径の5倍という髪の毛の長さっていうのがまあ基準になっています。もちろんそれだけじゃなくてサロンではいろんなパターンでこう技術をするわけなんですけれども一応そういう基準があります。で強くかけるために細いアイロンを使ってハードにかけるっていう考え方もあるんですけど今日はその逆なんですね。で8センチということは、直径の5倍という考え方でいうと16ミリのアイロンで巻くことになりますよね。でそれをですね、今日はその半分の8ミリのアイロンを使って16ミリで巻くようなカールを作ります。そういう書き方をします。でまあ大は小を兼ねるではなくてアイロンの場合には小は大を兼ねるということも言えると思うんですけれども細いアイロンっていうのはまあ強くもかけることができますけど大きなカールを作ることもできるんですよね。ただ太いアイロンは、細いアイロンの代わりというわけにはいきません。まあもちろんこれを16ミリで巻くのと8ミリで大きなカールを作るのっていうのは同じようにできるわけではないんですけど、まあ、同じようにできるわけじゃないんですけど逆に、もうちょっとこう細かい仕事をしながら細かい操作をしながら、16ミリで巻くようなカールを作ることができるという意味では、まあ太いアイロンを超えているとも言えると思うんですよね。でこの一句見ますとですね大体この辺が8ミリで周り短いんですけどですね、こう今シルエット見るとこう刈り上げてますからこの辺は、ボリュームないんですけどこの辺膨らんでます。そうするとちょっとこの周りですねそれと正面から見てもこの辺の膨らみですねこれはちょっと8ミリというよりももうちょっと細い6ミリでアイパーのようにこのシルエットだけを寝かすようにします。であんまり寝かしすぎちゃうとこの刈り上げのところが出ちゃいますのでこの刈り上げにつながる感じそしてこの辺のシルエットにつながるこの余分なところのここだけをですねここだけを、アイパーで寝かすような感じですね。まあ、寝かせすぎないで寝かすということですね。そして上の方は、今言ったように8ミリのアイロンを使って大きなカールを作ると。でそれをしながらですね、根元矯正などはやっぱり細いアイロンゆえにこうできるっていうところありますから根元矯正をしながら大きなカールを作るっていう、技術をしてみます。では今からこれ薬をつけて、その後アイロン巻くようにします。はい、今これを、血液を流しまして、乾かして、保護剤つけた ところなんですけれども血液は、アルカリ地方に、スピエラを少し混ぜて、加温はしないで10分間、放置しました。でもともとかなりこれ傷んでる毛ですので10分の還元っていうのも もうちょっと少なくても良かったかなって感じはします。まあでも別にそんなチリチリになっちゃってるわけじゃないので、大丈夫です。で実際にやってみます。ではこの、長さの方ですね8ミリのアイロンを使って16ミリのカールを出すということですね。まあ、技法はいろいろやり方あるんですけど、まあ、とりあえず根元そして、毛先で中間とこんな感じですね。
じゃあその前ですね。根元を押し出します。そして毛先、まあ、ちょっとこう刻むようにというか止めるようにですね、途中止めるようにしとく感じですね。根元は押し出します。そしてちょっと 高いところまでこう上げていってですね、毛先をこういうふうにですね、大きなカールを作るようにですね、根元を押し出しの上ですね、そして大きなカールを作るように、こんな感じですね。根元を押し出しその上、もともとはこう細いアイロンですので、この長さに対しては細いアイロンですので、例えば根元でも毛先でもそうなんですけど、そこだけちょっとこう強いカールをつけようと思ったら、すぐにつけられる、まあ、逆に、ついてしまうっていうかですね、毛先あんまり強いカールいらないのに、これで巻いたことによってついてしまったら、まあ、失敗ということになるんですけれども、はい、このその横ですね。一応フォワードのスタイルですので、ここですね。まあ、いろんな順序もあるんですけど、まあ、一応根元、毛先、中間っていうふうにかけるのが一番楽だと思います。もちろんこのぐらい大きなカールですから、洗った後でそんなに強いカールが残るということでは当然ありません。乾かした時に、本当に半カールぐらいなんですけど、まあ、少しのふわっとしたボリューム感と動きが出るような感じの癖ですね。その下です、その横ですね。根元でこれボリュームが出ますので、どのぐらいボリューム出すかですね。ここでこの辺のがちょっとトップよりはまあ短いですから、そんなに、まあ、カールをそんなに出さなくてもいいという感じですね。この下がもうストレートにつなげる場所ですから、今度こちらですね。まあ、フォワード、まあ、ロンパンというかこっちからこう流す感じですので、まあ、パートはないですけど、大体この辺りがカートの位置ですね。根元、中間、根元、毛先、この操作によって今16ミリのカールって言ってるんですけど、まあ、本当にちょっとしたこうカール作ることによって、それが、16じゃなくて、もっと強いカールだったり、例えばまあ20ミリぐらいのカールだったりします。ちょっとした調節で、本当にいろんなカールができるようになりますね。細いアイロンでかけるということは、それができるのが特徴です。特にここはボリュームを抑えるところなんですよ。
この辺ちょっとボリュームなかったので、この辺はしっかり根元を押し出してボリューム出すような感じですね。こんな感じで、この下はですね、ちょっとアイロンを変えて、8mm、6mm ですね、6mm のアイロンで、カールはつけないで少し押さえる感じにします。押さえるっていうのは本当にこう挟んで、逆にこうロットをぐーっと上の方に上げる感じですね。押さえ込むというよりもロットを上に上げる感じです。こういうんですね。ロットを上に上げることでカールがぐーっとこうコヒに入りますから、ちょっとボリュームが抑えられます。押さえなきゃいけない場所だと、なんかこう低くっていう感じに、取られがちですけど、まあそういう書き方はもちろんあるんですけど、まあこの場合というかですね、こんな感じだったらアイロン入れたらぐーっとその高さのところでロットを上げる感じですね。こういうふうに。そんなに周りのワイパーの部分も強くかけるわけじゃないんですけど、まあ、見てですね、こうちょっと強くかけなきゃいけないなっていうような場所の場合によっては、こうスライス取ってこうしっかりかけていった方がいいと思います。今日は大体こんな感じですね。これで、上の方は 8mm を使った 16mm のカール、そして周りはほんのちょっとだけボリュームを抑えるために寝かしておくということですね。じゃあこれを2剤をつけて、時間を置いて流してみます。今ですね、これ流して、まだちょっと濡れてますけれども、全体的に緩いカールですね。緩いカールが出てます。そしてこの周りですけれども、こう、ハイパーかけたところですね、少しボリューム抑えられてます。この部分ですね。でそんなにピシッと寝かしたわけじゃないので、この刈り上げが下がってしまうほどではないんですけども、この出っ張ってるところが抑えられて、逆にこのくぼんでるところにボリュームが出てという感じですね。じゃあこれを今からセットします。まあ、セットといっても、スクラッチブローで少しこう乾かすような感じで、スクラッチブローで膨らましたり押さえたりして、そしてワックスをつけた程度なんですけども、まあ、こんな感じでですね、上の方のボリューム出すところは、太いアイロンで巻いたのと同じような感じのカールが出てますので、ボリュームが出てます。そして、この周りはですね、出っ張ってるところは乾かすと、まあ、この強さですから濡れてる時って意外に膨らんじゃったりしてるんですけど、乾かすとこう乾かす時に押さえると、手で押さえるとふっとこう押さえられるという感じですね、はい、ということで今日は8ミリで巻く、16ミリの8ミリで作る16ミリのカール、要するに細いアイロンで作る太いカールということです。はい、以上です。
What?